Thank you.
mean, we have the best fans in Japan, so I can't thank you guys enough for being out here today. Honestly, just executing my pitches when I needed to, and especially with runners on base, I was executing my pitches very well, and just standing aggressive in the strike zone. Yes. Honestly, I just wish my son was here to see it. Honestly, I'm going to keep this one for myself. ビーズリー投手を援護しました。先制タイムリーヒットの中野選手です。今回2チャンスで打席回ってきましたけれども、どんな思いで打席に向かいましたか。そうですね、最近、個人としてはもう不甲斐ない打席がずっと続いてたので、なんとかチャンスで試合に持ち回りましたし、ビーズリーが頑張って抑えてくれてたので、先に先制点を取れるようにという気持ちで打席に入りました。 受けを破って見事なタイムリーヒットでした。手応えはいかがでしたか。あんまり手応えはなかったですけど、甲子園球場は後押ししてくれたかなと思います。今日、高橋光成投手と甲子園で戦うのは2013年夏の甲子園以来の同学年対決ということでした。このあたりの気持ちというのはいかがでしたでしょうか。そうですね、高校時代は準決勝に負けているので、今日は何としても勝ちたいという気持ちで臨みました。先制したあとは横の森下選手がすぐに追加点タイムリーヒットしたらどんな風に見てました。いや、もう森下なら、チャンスで絶対打ってくれると信じて見てましたし、非常に大きな追加点を打ってくれたので、感謝します。 先輩も良かったというふうに話しましたが、手応えはいかがでした。そうですね、まあ、右京が倒れたんで、自分が絶対先輩として返してやろうと思いました。初球を打って2点タイムリーヒットした初球からいけた要因というのはどんなところだったんでしょうか。いや、もう常にタイミングと準備をしてたんで、初球からいく準備は常にできてます。 5回には再びチャンスで打席でした。あの場面も振り返ってもらっていいですか。そうですね、次の1点がチームにとって大きな1点だと思ったので、もう本当に集中して、あの打席も初球から行こうという準備ができたので、いい結果につながったかなと思います。今日もヒットを放って、これで6試合連続ヒット、絶好調というふうに見ていいんでしょうか。いや、まだまだ上げて、 チームとしてもここからだと思うので、ここを踏ん張って、サンタとして終わりたいなと思います。ありがとうございます。それでは最後、お三方を代表してビーズリー投手に決めてもらおうと思います。